皆さん、こんにちは。APAC グランドブレイカーズツアー2020マイクロプロファイルオープントレーシング with ヘリドンのセッションをこれから始めさせていただきたいと思います。まずはじめに私の自己紹介ですが、名前は田中康成と申します。所属はウルシステムズ株式会社というところに所属していまして、普段の活動はですね、独自 Java フレームワークのメンテナンスや、それに伴うロードマップの検討など、最近では Azure を活用したアプリケーション構築っていうのも多くなってきています。また、個人の活動といたしまして、広島 Java ユーザーグループなど、いくつかの広島での IT 系コミュニティ、で活動を行っています。現在私は広島から参加しています。右上にあるのが、宮島の鳥居の写真になります。その下にある写真が昨年行われたオラクルグランドブレイカーズジャパンツアーの模様になります。できれば来年はオフラインでこのような活動をまた再開できればなと思っております。本セッションの対象者とゴールなんですけども、対象者はマイクロプロファイルやオープントレーシング、ヘリドンに関してあまり知らない方を対象としています。本日のゴールは、ヘリドン MP を利用して分散トレーシングの可視化が行えるようになるというところまでをゴールとしています。本日のアジェンダーなんですが、マイクロプロファイルとヘリドン、マイクロプロファイルやヘリドンについてご説明した後、マイクロヘリドン MP の簡単なデモを行い、ヘリドン MP を利用した分散トレーシングの可視化ということで、オープントレーシングや本日使う GA 側についてご説明した後、マイクロプロファイルオープントレーシングのデモを2つ行いたいと思っております。それでは最後までよろしくお願いします。まずはじめに、マイクロプロファイルについてです。マイクロプロファイルとは、Java E8 の仕様に難航していた2016年に誕生いたしました。従来からある Java E の API を基礎として、メトリックスやトレーシングなど、クラウドネイティブな API を追加した API セットの仕様となります。開発は、ベンダーや Java ユーザーグループなどのコミュニティが主導し、頻繁な定期リリースを行うことを進めています。このマイクロプロファイルを使用することにより、従来からある Java EE を利用した開発者が、親しみやすい開発スタイルでマイクロサービスの開発を行うことができます。現在の最新バージョンは 3.3 になります。また、実装としましては、今回ご紹介するヘリドンの他にも、コアカスやパイラサーバー、パイラマイクロなどいくつかの実装がすでにできている状態です。マイクロプロファイルの API なんですけども、従来からある Java EE の JAX-RS や JSON-P、JSON-B、CDI などにプラスしてマイクロプロファイル独自の API が加わったという感じになっています。今回のセッションでは、黄色い枠の API を利用して、REST API を作成し、トレーシングを行っていきたいと思っています。次に、ヘリドンについてです。
リドンとは、2018年にオラクル社より公開された軽量マイクロサービス開発のためのオープンソース Java ライブラリー群です。また、今年6月にですね、ヘリドン MP のクラール VM ネイティブイメージサポートや、リアクティブマイクロサービスなどの機能が加わったヘリドン 2.0 が公開されています。現状の最新バージョンは 2.0.2 になります。ヘリドンの特徴といたしまして、まず第一に、2つのプログラミングモデルが存在します。一つは、ヘリドン SE と呼ばれるもので、関数型スタイル、インジェクション非対応のコーディングスタイルです。もう一つは、ヘリドン MP と呼ばれるもので、従来からある Java EE、Jakarta EE スタイルになります。こちらはマイクロプロファイルの実装となります。現状の最新バージョン、ヘリドン 2.0.2 は、マイクロプロファイル 3.2 をサポートしているという形になります。また、次の特徴といたしまして、アプリケーションサーバーを使用しないという特徴がございます。最後に、クラウドネイティブへの対応ということで、Docker や Kubernetes への対応連携というのが強化されています。さらに、クラウドネイティブイメージへの対応というのもされています。ではですね、具体的にヘリドン SE と MP の違いっていうのをコードベースで見ていきたいと思います。左側に表示されているのがヘリドン SE になります。こちらが関数型スタイルと呼ばれるプログラミングモデルで、メソッドチェーンを利用したワンライナーで書けるような関数型スタイルのプログラミングモデルになっております。右側のヘリドン MP の方は、従来からあるんですね。アノテーションを利用した、記述スタイルとなっています。Java EE を利用していたユーザーにとっては、ヘリドン MP の方が親しみがあるコードではないでしょうか。今回はヘリドン MP を利用しますので、従来からあるプログラミングモデルを使用いたします。はい。それではですね、ヘリドン MP のデモを行っていきたいと思います。今回のですね、デモでは、簡単なサンプルアプリケーションを作成して、実行したいと思っているんですが、ヘリドンからクイックスタートと呼ばれるものが、用意されているので、そちらを利用してサンプルアプリケーションを作成したいと思います。サンプルアプリケーション作成方法なんですけども、名分のアーキタイプですね。それのグループ ID に io.helidon.archetypes。アーティファクス ID に helidon-quickstart-mp ですね。で、バージョンのところに今回使用する 2.0.2 を指定するというような形でサンプルアプリケーションが作成することができます。ビルドと実行なんですけども、名分パッケージを実行することによってビルドされます。ビルドされるとですね、FAT JAR、一つの JAR になった JAR ファイルが作成されますので、そちらを Java コマンドで実行する。という形になります。それでは早速ですね、サンプルアプリケーションを作成してみたいと思います。ターミナルの方から、ね、
先ほどの、名分を利用してサンプルアプリケーションを作成します。こちら、作成までに、多少時間がかかると思われますので、一旦ですね、中身の説明をしたいと思います。ね、できた、サンプルアプリケーションは、内にはですね、FormXML があります。で、マイクロプロファイルの機能を使用できるように、マイクロプロファイルバインドの依存関係が追加されています。この追加で、マイクロプロファイル 3.2 の API すべてが使用できるというようになっています。サーバーの起動ですね。ヘリドンの API のサーバーの起動なんですが、ヘリドンが提供しているネティベースのウェブサーバーを起動させるようになっています。ヘリドン 2.0 ではですね、デフォルトでウェブサーバーを起動させるメインクラスが用意されています。1.4 からまではですね、このメインクラスが用意されてなかったので、まあ、何はなくても、このメインクラスは作成しなければいけないっていうようなものになっていました。またですね、起動時に、設定する、プロパティなんですけども、マイクロプロファイルコンフィグプロパティーズに設定している、プロパティを読みます。また、メタインフォ配下の beans.xml ファイルの指定によって、bean を検出するというような仕組みになっています。マイクロプロファイルコンフィグの、プロパティファイルなんですけども、まずはですね、サーバーですね、どのポートで起動するかというのと、サーバーのホストアドレスの指定ができるようになっています。またですね、アプリケーション固有の構成情報を、指定してアプリケーション内で使用したりっていうようなシチュエーションでは、このマイクロプロファイルコンフィグプロパティファイルに、記述してもらうというような形になります。B の検出なんですけども、先ほどの、メタインフォ配下の beans.xml ファイルですね。こちらの、bean discovery モード属性を、annotated に指定することによって、アプリケーションスコープの Java bean を、検出するように、指定します。これは、まあ、従来からある JAX-RS の、仕様のままというものになっています。作成されるのは、主に3つのメソッド、3つの REST API が作成されます。1つは、グリートですね。get グリートで、グリーティングメッセージが取得できるというものと、グリートの相手を変えれるものですね。それと、もう一つ最後は、put の REST サービスで、グリーティングのメッセージの中身を変更するっていうのは API です。サンプルアプリケーションの、ソースコードなんですけども、先ほどの、グリートパスの、リソースクラスです。get でレスポンスして、リクエストして、レスポンスを JSON オブジェクトで取得しますというものになるんですけども、従来からあるですね、JAX-RS の、アプリケーションと同じように、アノテーションでパスを指定して、アノテーション get で、HTTP メソッドを指定するというような、書き方になります。これはですね、従来から JAX-RS アプリケーションを作成しているエンジニアの方には親しみのあるソースコードではないでしょうか。またですね、1.4 からの違いっていうことで、1.4 まではですね、JAX-RX アプリケーションを構成するためのリソースクラスをですね、
読み込む必要がありました。で、それはですね、従来からの、あるアプリケーションクラスを継承して、独自でどのリソースクラスを読みますよというね、クラスを作成する必要があったんですが、これが2.0からは必要になくなっているというのが、違いになります。それではですね、おそらくもう、ソースコード自体は出来上がってると思いますので、ちょっと見てみたいなと思います。はい。こんな形で、今、ですね、サクセスになっているので、ソースコードは、生成されています。中身なんですけども、ですね。二つのクラスが作成されています。で、こちらのリソースクラスに、テストサービスの、ソースコードが、記述されているというような形ですね。パスがゲットで、先ほどの、パスがグリートですね。グリートで、HTTP メソッドのゲットで取って、メッセージを JSON オブジェクトで返しますよっていうようなものです。で、リソース配下のメタインフォの下に、マイクロプロフィールコンフィグということで、ね、サーバーのポートと、ホストアドレスが書かれてて、構成情報ですね。今回は Hello と返したいので、アプリケーション側で使う構成要素が、書かれているというようなものになります。ではですね、これを、実行してみたいと思います。まずですね、まずビルドなんですけども、先ほどありましたメイブンパッケージですね。メイブンの、パッケージ。で、今回は、時間を短縮するために、テストを、ですね、スキップしたいと思います。テスト .スキップの、true ですね。ちょっと時間が、かかるかなと思いますが、どうでしょうか。今、スキャニングし始めて、はい、パッケージ部し始めました。ね、なかなか、このパッケージングまでが、ちょっと時間がかかるかもしれないですね。テストをスキップして、必要なジャーをコピーして、ね。それから、ファットジャーが、出来上がるというところですね。はい。ビルドが終わりました。これでですね、ターゲットの下に、ですね、エリドンクイックスジャーと MP のジャーができています。はい。でですね、こちらを、実行したいと思います。
ね。ああ。パスはちょっと違いましたね。ターゲットの下ではなくて、はい。これで、まあ、サンプルアプリケーションが起動したというところまで、来ています。それではですね、実際にこのサンプルアプリケーションの、レストサービスを叩いてみたいと思います。ね。ね。おっと、違いましたね。レストサービスね。先ほど、作られている、ローカルホスト80で起動したグリッドの API を叩きますと。と、ハローワールドっていう、JSON が返ってくるっていうのは、まあ、簡単なものなんですけども、これが出来上がるっていうのは形になっています。はい、ヘリドン MP の、簡単なデモはこれくらいにいたしまして、続きまして、オープントレーシングについてです。オープントレーシングなんですが、最近ではマイクロサービスアーキテクチャでシステム全体を構成することも多くなってきました。その際、従来のモノシックなシステムで使用していたメソッドベースのトレースなどでは、複数のサービスをまたがる処理で、障害や遅延が起きた場合にどこで発生しているのかというのが判断が難しいと思われます。そのため、全体を通して、トレースする分散トレーシングと呼ばれる仕組みが必要になってきます。オープントレーシングは容易にシステムへ分散トレーシングのトレーサー追加や切り替えを行うことができる仕組みを提供しています。これは、ベンダーヒーゾの仕様で、各言語向けの、ツールであったり、ライブラリが提供されています。オープントレーシングは、2016年の、10月に CNCF のプロジェクトとなって、ホストされているというような状況です。分散トレーシングの概念なんですが、スパンと呼ばれる概念があります。スパンは処理の開始・終了の時刻を持つ一つの処理単位を表します。もう一つの概念としてトレースというものがあります。スパンをネストし、処理の因果関係と順序を表現するスパンの集合で、システムで処理される実行パスを表すことができます。トレーシング用法の電波なんですけども、各スパンからのリクエストではヘッダーにですね、トレース ID、スパン ID、ペアレンツスパン ID の情報を付与して、トレーシングに必要な情報を伝播させていきます。例えば、サービス A からサービス B に、トレーシング情報の伝播をさせる場合は、トレース ID としては同一のものが伝播されますが、サービス A のスパン ID はサービス B に対してペアレンツスパン ID として伝播されるようになるというような仕組みになります。オープントレーシング自体は仕様ですので、それを実際に使うためには、それを仕様を実装したものが必要になってきます。今回はその実装として JAGA を使いたいと思います。では JAGA についてです。JAGA とは Google のデッパーや Twitter の OpenZIP 機にインスパイアされて、Uber Technologies によって作成されたオープンソースのオープン
トレーシング実装の分散し、トレーシングシステムです。分散システムの可視化やトラブルシューティングに使用されています。JAGA のアーキテクチャなんですが、アプリケーションに JAGA のクライアントを組み込み、クライアントからトレーシング情報をエージェントを介して JAGA のコレクターに配信します。JAGA のコレクターはそれをデータストアに溜め込んでいくという仕組みになっています。また、JAGA の UI なんですけども、UI も存在していまして、そのバックエンドで、JAGA クエリというのが、動いています。それが、先ほど、コレクターにから溜め込まれたデータストアを見るというような仕組みになっています。それではですね、まずは JAGA を動かしてみたいと思います。検証用に All-in-One の Docker イメージが公開されていますので、今回はそれを使用していきたいと思います。ではですね、実際ちょっと動かしてみたいと思います。まずですね、ここにある Docker を起動するコマンドを実行いたします。これで JAGA が起動いたしたと思います。ね、ちょっと確認したいと思います。はい。これで JAGA が起動いたします。ではですね、実際、起動した UI を表示してみたいと思います。はい、これで JAGA が起動した状態になっています。続きまして、マイクロプロファイルオープントレーシングについてです。マイクロプロファイルオープントレーシングとは、マイクロファイル 1.3 から追加されたオープントレーシングに準拠した JAX-RS アプリケーション向けの分散トレーシングを行うためのAPI 実装です。先ほどオープントレーシングから実装が提供されていると申しましたが、それだけを利用するとですね、意識的にトレーシング情報の伝播を行わなければなりません。マイクロプロファイルオープントレーシングを利用することで、実装の必要なくトレーシング情報の伝播を行うことができます。レイヤーとしてましては、オープントレーシング API とアプリケーションの間の層、オープントレーシング API の実装部分に当たる部分です。それでは単一サービスのトレーシングデモを行っていきたいと思います。まずデモの概要なんですが、先ほどクイックスタートで作成した、アプリケーションにある Greet API ですね。これを呼び出して、それのトレーシングデータを JAGA UI を利用し、表示させてみたいと思います。まず、JAGA のクライアントを、追加しないといけないんですが、POMXML に、ヘリドンが提供している JAGA クライアントの依存関係を追加し、クライアントを追加していきます。次に、トレーシング用のサービス名を記載する必要があります。ヘリドンから JAGA に送信されるトレーシングデータとサービス自体を紐付けるためサービス名を付けます。それを、マイクロプロファイルコンフィギュレーションプロプティへ指定する必要があります。今回はファーストサービスという名前で、付けたいと思います。では実際にやってみたいと思います。はい。こちらが先ほど作成した、クイックスタートで作成したアプリケーションになるんですけども、こちらのですね、
POM XML の方に、ヘリドンから提供されている Jaeger クライアントを追加します。さらに、マイクロプロファイルコンフィグプロパティーズにですね、サービス名を追加します。今回はファーストサービスと名付けます。それでは実行してみたいと思います。はい、起動したと思われますので、それでは、実際 API を叩いてトレーシングデータを見てみたいと思います。はい、これで、グリートサービスを、グリート API を呼び出すことができました。それではですね、Jaeger UI を利用して、トレースデータを見てみたいと思います。はい、こちらにですね、先ほど付けたファーストサービスという名前で、サービス名が記載されています。これのトレーシングデータということで、トレースする、された、中身が、表示されるというような仕組みになっております。ただですね、あれだけだと、まあ、ヘリドンのJaeger クライアントが、自動的につけてくれた、トレーシングデータしか可視化できないんですけども、まあ、任意のクラスとかにですね、クラスやメソッドにも、まあ、トレーシングを行いたいといった場合があると思われます。その場合には、トレースドゥアノテーションを使用してトレースすることが可能です。次にサービスをまたいだトレーシングデモを行いたいと思います。このデモの概要なんですけども、サービスをまたいだデモということで、ファーストサービスとセカンドサービス、2つのサービスを使用します。処理の流れとしましては、ファーストサービスにある Greet API にアスパラメーターを指定して呼び出します。その処理の中からセカンドサービスの Greeting API を呼び出し、Hello という文字列を取得します。最終的にファーストサービス側では Hello という文字とアスパラメーターで渡ってきた GroundBreakers という文字を連結し返すというような流れに、それではですね、まずはじめにソースコードの説明をいたしたいと思います。まず、セカンドサービスをクイックスタートで作成するんですが、それに、グリーティング API を追加します。こちらは、グリーティング API なんですけども、単純に、get で呼ばれると hello という文字列を greeting という、パラメータで返しますよというようなものになります。次に、ファーストサービスからセカンドサービスの呼び出しを行わないといけないんですが、ここでは、マイクロプロファイルレストクライアントを使用して、セカンドサービスを呼び出したいと思っています。まず、マイクロプロファイルレストクライアントの作成方法なんですけども、インターフェースを作成します。次に、アノテーションを利用して、呼び出したいサービスの
ベースとなる URI を記載します。さらに、呼び出したい API をですね、メソッドを作成し、アノテーションでそのパスを指定します。さらに、アノテーションゲットで、HTTP メソッドを指定するっていうような形になります。このクライアントを実際呼び出したいところで使用するのですが、使用方法は、呼び出したい、クラスの中でですね、このインターフェースを、インジェクションします。で、呼び出したい、メソッドの中でそのインジェクションされたクライアントから、メソッドを呼び出すと、HTTP リクエストが飛んでいくという形になります。さらに、返ってきた、JSON オブジェクトの中からグリーティングというパラメータの文字列を取りたいというのはこちらになります。ではですね、実際のソースコードを見てみたいと思います。はい、すでにですね、事前にセカンドサービスとファーストサービスですね、作成しています。セカンドサービスはですね、まず、クイックスタートで作成すると、ポートが8080であったところを8081に変更しています。さらに、トレーシングのサービスとして、セカンドサービスという名前で定義しています。ですね。呼び出す、グリーティング API に関しては、先ほどご説明したような感じで、記述しています。次に、ファーストサービス側ですね。こちらは、セカンドサービスを呼び出すための、メソッドを、インターフェースを作成しています。まず、ベース URI で、ローカルホストの8081 greet を指定し、グリーティング API を呼び出したいので、そのメソッドを、作成しているというような形になります。このクライアントを、利用して、実際は、セカンドサービスを呼び出すんですが、こちらにですね、インジェクションをして、インジェクションされたクライアントから、メソッドを利用してリクエストを呼ぶと。で、さらに、グリーティングのパラメータを JSON で返ってくるので、JSON のグリーティングというパラメータの、ストリング文字列を取りますよというような形になります。これがですね、パスパラメータが指定された場合に、それのパスパラメータですね。パスパラメータをここのメソッドに渡ってきますので、ストリングの文字列連結をして、まあ、返すっていうのは流れのものになります。ではですね、実際動かしてみたいと思います。まず、セカンドサービス側を起動いたします。次に、ファーストサービス側も、起動いたします。はい。ではですね、ファーストサービス側の greet API にパスパラメーターを指定して、呼び出したいと思います。ローカルホストの8080のグリート API に対して、
とハローグランドブレイカーズと帰ってきました。じゃあこれ本当に、サービス1から2を本当に呼び出してるかっていうのは、トレーシングしてみないとわかりません。ということで、JGUI の方を見てみたいと思います。ね。こちらで、ファーストサービスと、セカンドサービスのトレーシングできています。で、ファーストサービス側の、トレーシングデータですね。こちらを見てみたいと思います。はい。今、リクエストしたところはこちらになります。確かにですね、ファーストサービスを呼ぶと、セカンドサービスが呼ばれてるっていうのはこの中でわかります。で、さらに、まあ、それがどういう順序で、呼ばれてるかっていうのがトレースできているっていうような形になります。まあ、呼び出すと、今のような形でトレーシングできていますと。で、J 側がですね、伝播する仕組みなんですけども、J 側はですね、トレーシング情報を UberTraceID という、まあ、ヘッダーにですね、TraceID と SpanID と、パレントスパン ID を、まあ、URL エンコードして、エンコード、まあ、実際にはですね、URL エンコードされているので、この部分わかんないんですけども、この3つの、ID を、コロンで区切ってエンコーディングしたものを、渡しているというような仕組みになっています。ですね。今回、トレーシングされたデータが、このような形で出ていました。まあ、こんな感じでですね、特に、実装をしなくても、ヘリドンから出ている、JGA クライアントを利用して、まあ、するだけで、まあ、簡単に、トレースしたデータが取れて、まあ、可視化が行えるというのが分かりました。それでは最後、まとめですね。今回はマイクロプロファイルオープントレーシングを使用し、分散トレーシングを試してみました。今まで見てもらった通り、オープントレーシングとマイクロプロファイルオープントレーシングとヘリドンを使用することによって、まあ、それほど実装の必要もなく、分散トレーシングの可視化ができたと思われます。分散システムを使用した場合に、分散トレーシングの可視化ができていれば、まあ、仮に、システムに障害や遅延が発生したとしても、まあ、把握はしやすいのではないでしょうか。このように、マイクロプロファイルには、オープントレーシングの他にも、マイクロプロファイルメトリックスや、マイクロプロファイルフォルトトレランスなど、マイクロサービス向けの仕様が、用意されています。現在ですね、オノシックな JavaE を使用したアプリケーションから、マイクロサービスへ移行するっていうようなシチュエーションで、今回のようなマイクロプロファイルや、それの実装であるヘリドンっていうのを検討するっていうのも、いいのではないでしょうか。以上で、今回の私のセッションは終わりにいたします。皆様最後までありがとうございました。